呂布カルマさん、こんばんは。ラッパーの方はいい車に乗っているイメージがあるのですが、呂布さんは車に関するこだわりなどありますか？所帯持ちということを抜きで、買いたい車などありましたら教えていただきたいです。ラッパーでいい車乗ってんのは、ってるイメージはあれでしょう。ウエスサイの人たちだけだと思うけどね。別に、そんな、特に地方のラッパーは車乗ってるけど、東京のラッパーは車あんま乗ってないと思うし、俺はね、名古屋なんで車は必須なんで持ってますけど、中古の軽乗ってますし、ただね、免許をなくしてた期間が俺は4、5年あったんで、で、免許取り直したら車、新車でいい車買おうと思ってて、お金も貯めてあるんですけど、なんかね、そのタイミングでちょうどコロナが来たりとかして、なんか今車買ってもお出かけできるわけでもないしな、みたいなのもあって、で、あと、まあ子供がむっちゃくちゃちっちゃいから、めっちゃね、車内むちゃくちゃにしたりするのもあって、なんかね、なんか今買う、今じゃなくてもまあ別にいいんかな、みたいな気がしてね、ほとんど今車乗ってんの嫁さんが子供の、保育室の送り迎えとかだけだったりするから、今でかい車買う必要もあんまないのかなっていうのとかもあって、なんとなく車は買えてないんですけど、てかまあもともと持ってた軽自動車乗ってるんですけど、そういうのを全部切れって考えると、マツダの MX30 ってあるじゃないですか。最近、割と最近出たやつね。あれが欲しいなと思ったりしてますね。ただ別にラッパーがいい車乗ってるイメージっていうのはね、実際のラッパーの俺からしたらそんなにないですね。車乗ってないですよ、ラッパー。あんまりね。